い、ポケモンブラック2続きからやっていきたいと思います。前回の動画と同じ日ですね。だいたい30分後ぐらいですね。はい、前回6番道路まで来て一旦終わったんですけれども、じゃあ今回こっからね進んでいきましょう。うわー、野生のポケモンどうしようかな。無視していく。そうだよね、この辺なんかあんまり私の多分好みは出てこないかなって、感じだったので、まあ、トレーナーの方いたら戦うぐらいでいきましょう。ちゃんと買ってあるので。そう、これちょっとあれだよね、変えれるんだよね順番ね、これで。そう、シルバーしかまだね、残っところ。あと戦う？よし。強く育てるには試練が一番よね。まあね、結局戦うしかないもんね。小春。ありがたい、チラーミーだって。倒しやすい。確かこの先ってあれじゃなかった？メロメロボディだと？もうお亡くなりになったから終わりよっていう。敷地か。敷地かはね、草だったと思うんだよね。ね、ベトベターまだいるんだみたいなとこあるよね。そうなのよ。ベトベターにそろそろ、持たせてあげないと、あれを、学習装置を。ないと、そろそろね、弱すぎるなっていう。食らうね。耐えるよね。じゃあ、ゴチムがあと1レベル上がったら、ベトベターに持たせます。さすがにちょっとレベル低すぎる。波乗りはまだ使えないので。なんかここ前もパラソルの人だった気がする。ザーザー降る雨、ポツポツ戦うポケモン。おお。ミナコね。うわ、ポワルンだ。懐かしい。なんか子供の頃使ってた。何の時だろう、子供の頃やってた。多分ポワルンが初めて出た時のやつかな。はね、使ってたね。可愛いと思って。今見るとそうでもないのよね。でも感性って変わるよね、子供の頃とね、年取ってからではね。へえ。すごい宿題じゃない？経験値を調べるって。マナミ。まあ、敷地化もルカリオでゴリ寄せるよね、きっとね。ボーンラッシュ。2回だけ？いや、5回ぐらい当たればなんかいい感じだなと思ったんだけど。はい、チョボ巻き。チョボ巻きはああ見えて虫だったと思うんだよね。ああ見えてね。いっそマリルリで行ってみる。マリルリも30にしたいしな。よし。
1080円ありがとうね。子供とは思えない額をくれるね。ありがとう。 BBA だ。あーなるほどなるほどね。アナのこと忘れた私。ちょっとごめん、いらないかな。ごめんね。あ、チェレン、ちょっと付き合ってくれるかな。あったね、こんなところね。なんか前回ここスルーした気がする。敷地がめっちゃおる。あまり話題になってないけれど、カゴメタウンの近くで気になってることがあったんだよね。一瞬とはいえマイナス50度にもなる数値が計測されたんだ。それだけじゃない、同じような数値がヒウンシティとホドモエシティでも計測されてね。で、先ほどのプラズマ弾の一件があったでしょ。これは調べておかないとまずい気がするんだ。寒いのは苦手なんだけどな。私得意で、君にこれ。波乗りを渡すからいろんなところを調べてみてよ。ポケモンに波乗り教えて。ありがとう。待って。でも思ったの。あのさ。マリルリに波乗りっていらないよね。そうだよね。うわ、どうしよう。もう一体水ポケモン欲しいな。いいですいいですとか言って。うわどうしよう、波乗り。そうだから水タイプをちょっと捕まえるためにも釣り竿が欲しいですね。どんな子が欲しいんですかって言われたら、お魚さん系とか雑だよね。誰が出てくるか分かんないけどさ。そうだったわ、ここの人たち2人こういうの使ってくるのよね。まあなんか使ってくるポケモンも同じようなもんばっかですね。スペシャルアップ。他今一つでも、あ、急所ね。はい。いっぱい当てよ、いっぱい当てよ。もう一発。おお。ナイス。今のはナイスだよね。かぶるも。かぶるもって虫だよね。そういうことする。私もやるよ、じゃあえい。2回。もう1回。いいよね、これ楽しいよね。まあ確かになぜポケモンが命令を理解できるのか確かにわからないわ。言われてみれば。僕にとって戦いは学びの場所なんです。
この辺ね、大体キノコだった気がするんだよね、その、ね、モンスターボールっぽいもの。そう、これこれ。草タイプも結構多いわね。2階か。ちょっと根を張った姿怖かったわね。ないよ、ピーピーやばいよ。お、ナイス。お、ナイス。でも骨当てよ。3回は当てようね。うん。あ、2回でいけたわ。かぶるもね。いけるよ。はい。いや、ま、マリルリがうちのエースだよな。なんだろうな、見た目的に強そうっていうのはやっぱルカリオだけど、でもマリルリなんだよな。ねえ。え、無視？ねえ。ポケモンたちと水遊びやめなよ。まあ、いっか、この人レインコート着てるもんね。あ、しずえさん？しずえさんはポアルも使いがちなの？じゃあしずえさんじゃないわ。このパラソルガールたちはね、ポアルの使いがちね。おめでとう。もういいかな。じゃあルカリオトップじゃなくてもね、30いったし、おめでとう。もう進化だと思うんだよね。うん、32か。きたビジュアルで、オスなんでね。よし、行きますよ。なに？こ。お！名前忘れた。なに？そんな早く出て、おお！どうした？今のポケモンは？レースのポケモン、コバルオンじゃな。この間の話をしただろう。おー、コバルオン。なんと気高い雰囲気。バルオン、ビリジオン、そしてテラキオンの3匹は人が始めた戦いから仲間を守るため、人々に戦いを挑んだという。人が争いをやめなければポケモンたちの平和もない。人の行いによって多くの命が失われると彼らは分かっていたのじゃな。しかしなぜ人の前に姿を？ 2 年前プラズマダーの野望に危険を感じ、ポケモンを守るため一周地方を巡回しているのか。あるいは新たな騒動の予兆を察知したのか。やるせないことだ。ゲチス様の野望、悪意は今も広がり続け、他の誰かを歪めているのか。歪めているよね。うん、エナ様のようにポケモンの心がわかる力を持たない私にはポケモンの気持ちは測りかねるがな。だがお前がコバルを仲間にできたなら、これからの大きな力になるだろうな。そうね。捕まえたいっていう欲求はあるけどね。でて、やっぱり私が好きなポケモン出る場所だ。え、どうしよう。またさ、シビシラス捕まえる？でも今回はシビシラスやめとくか。前回大活躍してくれたし。豊か。やば、トップ変えてないわ。ルカリオのままだ。なんなら、あれも渡してないわ。学習装置。ふぅ。
まれるカリオ。やーべやーべやーべ、どんどん鉄壁張ってるよ。ちょっと待ってよ。ゴチ見る。すごいじゃん。よろしくないよろしくない。オッケー。たまげたっけ、たまげたっけ。まあうん、そうね、マリルリでいっか。あ、でもそうよね、この後ってさ、電気タイプが結構ふんだんに出てくるじゃないってなると、マリルリ突破良くないのか。そうだよね。まあでもいっか、マリルリなら別に電気が出てくると関係ありませんって感じだもんね。ネイチャー、ありがとうございます。ありがとうございます。待ってよ、とりあえずちょっとポケモンのあれを変えますよ。持ち物を移動、ベトベタ。マリルリって今何持ってるの。いっか、お金よりも経験値よ。やば、スプレーの効果。あ、次を使いますかって出た今。あ、こっからなんだ、次を使いますかが出るの。ありがたーい。ハトーブを捕まえようかな。空飛べるもんな。やめときます。逃げられなかった。素早さが足りないか、こっちの。そういうこと？コメントいただいたのよね。あまりにも私が下水道で逃げれないからさ、なんかレベルとかね、あと素早さがね足りねえっていう。すいません、回復をしてください。あー待って、でもシャンデラは絶対欲しいね。シャンデラだけはとりあえず捕まえるよ。ありがとうございます、子供。うん、ちなみには使わないかな。よし、いや次を使いますかって出るの本当に嬉しいね。なんかあります？ここはここね。はいはいはい。あ、普通に入れちゃうんだね。前入れなかったもんね。おお、おー、ベルオル。ねえねえ、知ってる？ねえ知ってるって。ねえ、どこぞの豆の犬かと思うよね。浮いてる石は押せば動くんだよ。それにしてもここ相変わらずポケモンが好きそうな電気をたっぷり帯びてるよね。だから電気と電気が反発し合って浮かぶ石があるんだよ。もっとも全部の石を押せるわけじゃないんだけど。そうだった、私調べることがあるんだ。それじゃあね、バイバイ。デンチュラだけ捕まえようかな。ねえ、デンチュラはちょっと欲しいかもしれない。え、何これ。えい、押せないわ。
あ、違う、こっちだ、こっち。はい。おお、なんかロックな人がいるよ。メンバー、あー、びっくりした、ポケモンね。なんかそのバンドメンバー紹介するねみたいに言われたらよくないと思ったけど、アンナ、はい。やっぱ電気使ってくるよな。マリルリトッパーよくねえな、やっぱり。うわ、強い。でもうちの子の方が強い。よし、おめでとう。ちょっとメンバー一人しかいないんだね。もう自分入れれば二人だけどね。麻痺しちゃったよね。麻痺しちゃったので、ついでに、はい。待って、気づいたら私手持ち押すばっかりなっとる。ね、マリルリ以外全員押す。ハレムじゃん。よいしょ。あちこちにある電気を発してる岩、その電気で元気いっぱい。まあ、よかったねって感じ。な、長飽き、な、長飽き。うわ、レア子いるか。もうやっぱマリルリにはハードルが高い。そうよな、向こうのが早いよな。もうすぐ麻痺になる。もう、ああ、終わった。ちょっと待って、死んじゃうよ。それ大丈夫じゃない？よし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 。ああ、よかった。これはね、変えます。さすがにやっぱマリルリトップはきつい。まあ、火直しもっと買ってくればよかったな。トップはですね、今まで通り、ルカリオさんにお願いします。あ、でもサンダースって言ってもあるよね。電気吸えるもんね。あ、使っちゃった。あ、ゴールドスプーン、ありがとう。あれ？待って、道に迷ってるんだけど、こうで、こっちじゃないってことね。こうで、こうで、はい。ありがとうございます。で、こうか。で、これをこうね。OK。なんかちょっと思い出してきたぞ。これ向こうから押せるんだよ。一回使わずに歩くわ。出たー。バチュル出たー。どうしようかな。待って、そんなに私ボールなかった気がする。全然ないじゃん。じゃあ
ボーンラッシュ2回ぐらいにしてね。よし、ナイスナイス、いいよ、いいぐらいだよね、うん、ただ緊張感ってどうなの微妙。まあまた何匹か捕まえるかな多分、うん、え、まあアチュール使うかどうかまあ怪しいけどね。捕まるよね、うん、よし、0.1 ミリ 0.6 キロでも 600g あるってことでもね結構重いね、虫だもんね。何、電気を表すのは数式、ポケモンとのつながり、そして人とポケモン、僕の理想の場所だ。僕は行かねばならない。ポケモンたちを救うために。僕は止めねばならない。友達を守るために。誰？ N？ なんか N あんなこと言ってなかった？ここ好きって言ってなかったっけ？言ってない？どうやっけ？まあ、とりあえずバッチョル一匹捕まえたんで、もうあとはもう先へ進みましょう。で、もしね、なんかどうしてもバッチョルのこのタイプの子が欲しいなってなったら、また捕まえに来ますわ。うん、こんにちは。本当に自慢の3匹なのね、言ったからね。ナオト、インティライミ、そういうことねそういうことね。いや、いいメンバーですよ、うちも、うん。ルカリオはとりあえず OK。 違うな、サンドパン先に落としたいから、アクアテールサンドパン、はい、あ、おお、うわー、穴掘られた、最悪だ。お、ナイス、当たんないね、なんかみんなね全然当たんないじゃん。わけまからず、わけまからず、嫌な感じ。あ、効果なかったわ。そうだ、地面技だもんね。よし、5459、いいね。いいダメージですね。アッケイ、アクアテール、サイケ光線、また穴掘るって言われたら困るな。はあじゃない、それ意味もないもんね。こんな
いや、これで終わるもんね。いや、まあまあ強かったですね。そう、どんどん上がる、おめでとう。お、ヘドロ爆弾覚えたい。いいんじゃないですか。威力90、まあ、ヘドロ攻撃とかわけわからないのもうやめた方がいいんじゃない。強くなりますね、ベトベターもね。まあ、ここまでベトベターを使ったこと、本当に今までポケモンいっぱいやってきたけど初めてだからね。待って、今アイテムあった、もしかして。待って、特にないか。よし、じゃあちょっと一旦回復していこう。怖い怖い。なんかいつね、こういうバトル仕掛けられるかわかんないからね。ルカリオはいいや。はい、よし。うわ、なんかいるもん。そっか、同じぐらいのレベルだと出てくるんだよね。そうだよね、確かね。あれ、金の玉おじさん、金の玉ボーイ、何を言ってんの本当にね。え、最低よ本当に。なんかこれどういうあれなの、いつも思うけど。鬱陶しいねこれ本当にね。これはいいよね、僕が見つけただもん。うん、いいよいいよ、見つけたんだもん、それはいいよ別に。あ、おじさんだよ本当に、何言ってんのって感じだもんね。え、バチュルレベル31は強くないですか。欲しいな。なんかだってこの子だったらもう即戦力よ、うちの。ナイスだよ、しかも削るにしてもさ、ナイスすぎる。うん、ちょっとこの子だけ捕まえます、絶対欲しい。頼むよ、ネットボール1個しかないんだよ、入ってくれよ。はいはいはい、 OK。 よし、バチュルレベル31か、強いな。即戦力かもしれない、うん、なんだここ。謎の鉱石を探せ、ここで暮らすわ。え、やめなよ、家帰んな。ねえ、ここに住むのはちょっとどうかと思う。どうだろう、今回のパート中にここ出れるかな。出れるとこまで行こうかなと思ってんだけど。うわ、もう電流使ってくんの、やば。八景怖えな、麻痺になりそう。ね、電流ちょっと目怖くない、この白目が怖いよね。頑張れルカリオ、いけるいける。うん、やばいかも。2発か、待って待って待って、電流を対処できそうな子誰だ。サンダースレベル差やばいけどね。いけ、急所に当たった、本当。
大丈夫、いけるよ。わあ、お、ナイスナイスナイス。これ経験値おいしいよ、うん、はい、おめでとう。行き止まりか。元気のかけら。あれだね、そういえばゾロは一回はまだ戦闘出してないね。使ってあげたいけど、まあ、ベトベターのレベルが上がりきってから、まあ、変えようかな。うん、よし、意外とね、ここトレーナー多いのよ、そういえば、うん、多かった気がする。なんか前回結局それでさ、ほとんどトレーナー無視して進んで、後から戻ってトレーナー倒した気がするもん、うん、ほらめっちゃいんのよ。あ、しかも前回はあれだって、あ、待って、あれ医者じゃない、医者。医者まで行ってやめるわ。じゃあ今回ちょっと回復回復、うん、ゆりかね、うん、ゆかりだったわ。もうダメよ、ゆかりかゆりかもかも分かんないな。夜ね、もう11時来るんで、うん、私の思考ももう停止しそうですよ。はーい、お疲れ様です。ドリューズ、凶悪ね。アクアテール残っててよかった。よし、アクアリング、アクアリングいりますかって言われたら、でも最近甘えないじゃん私。いやでも甘え、うん、バブル光線、うん、でも攻撃方法がなくなる、捨て身タックル、いやバブル光線やめるわ、捨て身タックルがあるもん。まあね、長期戦の時回復したいもんね。ベトベターって進化どんなもんなんだろう。30超えのイメージではあるよね。ありがとうございます、うん、よし、待って、これアイテム。ビリリ玉とかいないの、私ちょっとビリリ玉も使ってみたいんだよね。こんにちは。やったー。回復がでもいてくれたのはありがたい。もう PP やばいもん。ヒロタカ。ユニラ。効くかな。あ、結構効くね。うわ、未来予知やだね。5チームにはゾロアじゃない。いけんのかレベル的に。初
銭湯ですよ。え？トゥルルルルンってなったってことは何？どういうこと？色違い？トゥルルルルン？いいね。育てられたよ。頑張ろう。頑張れゾロは。効果がないようだ。いいぞ。ありがたいよね、うん、そうだね、脈拍がないのはやばいよね。ありがとうございます。はい、ということでですね、ドクターもいらっしゃったので一旦この辺で終わろうかなと思います。次回ここ抜けてね、次の街探索できたらなと思います。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。